はいどうもこんにちは。今回はブラウンヒドロ法則化について解説をしていきます。このブラウンヒドロ法則化って普通にヒドロ法則化っていう言い方をされることが多いので、まあ、人命ついてるからなんだっていう話なんですけども、これ人命反応だっていうことを知らない人が多い反応です。 この反応は一言で言えば、アルケンの水和反応でアルコールを合成するっていう反応なんですけども、実際テストで出てくると色々考えることが多いっていうんですかね。あの、この反応自体が教科書の中でも割と序盤に出てくる反応なんですよね。なので、だいぶ先に進んでて、復習でこの動画見てもらってる人はいいんですけども、現役で今これ習ってるよっていう人は、まだ有機化学の問題に慣れてないと思うんですよね。そういった人からすると、この手の問題で結構考えることが多いのかなっていう感じの反応です。すんなり受け入れられる人はいいんですけど、僕自身この反応を習ったあたちょっとつまずいた記憶があるなっていう反応です。 この反応は立体選択的な深負荷によってアンチマルコフニコフ型の負荷反応をします。マルコフニコフ足がわからないっていう人はちょっと教科書を読み直してほしいんですけど、簡単に言えばこの二重結合の置換器の少ない方、こっちですね、こっちの末端の方にこういう風に水素がつくのがマルコフニコフ型で、逆にこの置換器の多い側ですね、末端じゃない方に水素がつくのがアンチマルコフニコフ型の負荷です。 今回のブラウンヒドロ放送化は次の動画で紹介するオキシ水銀化脱水銀化反応という反応と相方的に使われる反応です。ブラウンヒドロ放送化ではアンチマルコフニコフ型の負荷を、そしてオキシ水銀化脱水銀化反応ではマルコフニコフ型の負荷をするので、生成物に応じてこの2つを使い分けられるようになってください。では実際に反応機構を見ていきましょう。一般式はこのようになります。アルケンにボランを反応させて、次に加酸化水素で処理すればアルコールになるよっていう反応です。 まず、ヒドロボラン、つまり水素がついた放送化合物ですね。これの真ん中の放送の空の軌道に対してアルケンが配位して、こんな感じになります。そして、4因の繊維状態を得て、このようにヒドロボランが孵化します。この過程をもうちょっと詳しく書くと、この放送に対してアルケンが配位した後に、こういう風うに放送と炭素の間で結合を作るわけですよね。なので、このアルケンのうち、どっちかの炭素側に放送がずれなきゃいけないですよね。その時にアルケンのパイ電子っていうのを放送がもらっていくことになります。 この時に末端側に頬素が移動すれば、ここにデルタプラス性の炭素ができることになります。電子を持っていかれてるわけですからね。で、逆に頬素が内側に移動すれば、末端側にデルタプラス性の炭素ができることになります。カルボカチオンの安定性を思い出してほしいんですけども、カルボカチオンというのは級数が高いほど安定ですよね。デルタプラス性の炭素っていうのは、カルボカチオンと同じようにプラス性の炭素なので、これと同じで、より内部側のデルタプラス炭素の方が安定なわけです。 さらにヒドロボランの放送側っていうのはアルカンなどの地換器が2つもくっついている傘高いものですよね。なのでこの傘高い放送の方がより吸数の少ない方、今回は末端の方に近づく方が簡単ですよね。この2つの観点から放送が末端側になったらこんな感じの繊維状態になるわけです。 で、実はこれでできたこの放送化合物の合成までがヒドロ放送化と呼ばれる反応で、こっから先の反応っていうのはヒドロ放送化の後の酸化という別の機構なんですけども、まあ厳密な議論をする場合を除けば、ヒドロ放送化とそれに次ぐ酸化である件を水和するっていうふうにわざわざ言わなくても、ヒドロ放送化である件を水和するで通じると思います。 で、このヒドロ放素化された放素に対して、加酸化水素ですね。加酸化水素が攻撃して、こんな感じになります。そしたら、この加酸化水素の OH って外れやすいので、ここが外れるんですけども、その時に電気的中性を保つように、ここの放素炭素結合っていうのが酸素状に転移します。そしたら、このように放酸エステルができて、今脱離した OH が放素に攻撃して、酸素が外れれば、こういう風うにアルコーキシドになります。あとは水からプロトンを奪って、こういう風うにアルコールになれば終了です。 この反応っていうのはここのヒドロホウ素化から酸化になる過程で反応条件がガラッと変わるのでもしここ出発物30結合に対して反応を起こすと最終生成物に二重結合が残りますただし注意点としてはアルキンがこの水和してできたこの行動ですねここの二重結合が1本残ってますよねこれっていうのはエノールなのでケトエノール5変異性を起こしてカルボニル化合物になりますから注意してください では、こちらの反応について見ていきましょう。さっきの一般式では分かりやすいように末端にしていましたけども、こんな風に末端じゃないアルケンに対しても用いることができます。まず、酵素の空の軌道に対して二重結合が配して、こういう風になります。この時、酵スは立体障害があるのと、デルタプラスの炭素がより吸数の高い、ここになるために、酵素が置換器の少ない側に結合するんでしたよね。で、余韻感染維状態から電子が移動して、こういう風になります。この時、ボランっていうのは二重結合の上もしくは下から近づくので、こういう風に同じ側につくことになります。 一般式のところではちょっと説明しづらかったので省略しましたけども、これが新負荷と呼ばれるものですね。で、ここに過酸化水素を加えることで、酵素に対して過酸が攻撃して、次にここの外れやすい OH っていうのが外れることで、ここの炭素が酸素に転移して、こういうふうに放酸エステルができます。そしたら今外れた OH が酵素に対して攻撃して、この部分がアルコーシドができて、で、最後にプロトン負荷すればアルコールができます。 この転移の過程では立体が保持されるので、ヒドロウ素化でできたこの化合物の立体と酸化によってできたアルコールの立体というのは同じものになります。というわけで、この反応はこのような生成物を与えるということになります。まだ理解が浅い人にありがちな間違いとして、この結果だけを見て、え、新深化って書いてあるのにトランス体ができてるんだけどっていう人がいるんですよね。 実は昔の僕がそうで、新不可っていう言葉を脂質体の化合物を作る反応だっていうふうに勘違いして理解してたんですよね。でもそうじゃなくて、あくまでこのメチル基の反対側についているこの水素と OH が脂質になってるんだよってことを間違えないようにしてください。H と OH が新不可したということと、その結果として水素が省略されてトランス体の生成物ができるっていうことは全く別の話なので、僕と同じ勘違いをしていたっていう方は、この機会に新不可、アンチ不可という言葉の意味をもう一回勉強し直してくださいね。 最初に触れたオキシ水銀化脱水銀化反応については次の動画で紹介しますので、ぜひ通知をオンにしてお待ちください。最後に告知です。 この新有機科学チャンネルの中で紹介した反応を検索することができるアプリっていうのをこの度リリースすることになりました。非常に便利なアプリになっていますので、興味がある方はこちらの QR コードもしくは概要欄の URL から飛んでぜひダウンロードしてみてください。アップストアの方でも直接新反応機構と調べてもらえれば出てきます。まだ iPhone 版しかないんですけども、Android 版は絶賛開発中なので、Android の方はしばしお待ちください。今回の動画が役に立ったという方はチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いします。ご指摘リクエスト等ありましたらコメント欄にどしどし書いてください。アプリを使っていた いただいた方は、アップストアの評価とレビューを書いていただけると励みになります。皆様のお勉強の役に立てれば嬉しいです。それでは、バイバイ。